はいどうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、少しバッティングの動画なんですけど、皆さんバッティングをするときに、練習でこう素振りとかティーとか、フリーバッティングとかしてこうフォームを固めると思います。で、試合になって実際にこう打席に立つと思うんですけど、まあ、その時に自分のスイングがしっかりとできれば、結構まあいい打球とか、自分の思ったところにヒット落ちたりとか、自分の思った通りにこうバット出たりとかすると思うんですけど、やっぱり野球っていうスポーツはピッチャーが投げてそれを打つスポーツなんで、相手ピッチャーも打たせないようにコースを分けたりとか、まあ、球種を変えて投げてきます。その中で自分のスイングをどれだけできるかっていうのが、自分が考えているバッティングのミート力アップだと思うんですけど、ちょっとですね、今日はこれから映像を流しまして、この前の試合の自分の映像をお伝えしていきます。最近自分の中では結構強く振るっていうのを意識していまして、こう前に打ちに行かずに、こう構えてて前にこう打ちに行かずに、なるべく軸を左足の方に残してですね、こっち側に残して、少し後ろ体重というか、ボールを引きつけて回るといった感じの意識を持っています。まあ、バッティングはいろいろありますので、こう重心を前に持っていって打つ人もいますし、先ほど言ったように後ろに持ってきて打つ人もいると思います。今日はですね、自分がヒットを打った時と、凡退してしまった時の映像を流しますので、それに付け加えて紹介していこうと思います。早速ですが映像いきましょう。はい、まずは最初の打席です。この打席はしっかりとボールを引きつけて逆方向を狙っていました。で、打ったボールが真ん中から外にかけてのストレート、これを、ショートの頭を抜いたんですけど、この時は本当に自分のタイミングでバット振れたかなと思います。それでいきましょう。この時はそこまでこうストレスがかからずに自分の中でしっかりと振れたという感じがありました。では変わって次のこの打ち取られたケースですね。このケースは、真ん中からインコースにかけてのスライダーなんですけど、これも少し、タイミングはいいんですけど、打つ時ですね、打つ時に少しこう力んでしまって体が先に開いてしまいました。これが打てなかった原因かなと思います。はい、これ次バスターですね。バスターというか天秤の追い込まれてからのケース、これが打ち取られたケースなんですけど、これは変化球、真ん中から低めの変化球を体が先に行ってしまって流れながら打ってしまいました。これが打てなかった原因かなと思います。はい、続きましてはこちらはヒットのケースですね。これも天秤からなんですけど、これは結構粘った後だったんですが、甘いボールを待っていてインコースに来たスライダーみたいなボールですかね、それをヒットにしました。この時は、ベースの上までボールを引きつけて回転できたんで、それが良かったかなと思います。というわけでですね、今回は自分がヒットを打った時と打てなかった時の映像を流したんですけど、やっぱりこう練習とかで意識して振っているポイントあると思います。で、そのポイントを体が覚えることによってこう試合で無意識に出せると思うんですけど、やっぱり試合になるとピッチャーもこう厳しいコースとか、厳しいボールを投げてきますので、そういう時にやっぱり、練習とは違うスイングになってしまうと、やっぱりヒットが打てないかなと自分的には思っております。で、自分の中で意識するポイントとか、皆さんバッティングで持ってると思うんですけど、こう10個とか20個を考えてしまうと、やっぱりこう頭の中で考えすぎてしまって打てないと思うので、自分の場合はなるべく試合では1つと決めていますね。まあ、いろいろ意識するポイントあるんですけど、あんまりこう試合で考えすぎても打てないんで、1つポイントを絞って打っています。多分この映像で流れた試合はですね、どっちかっていうとこう前に打ちに行かずに、しっかりと自分のへその前で、ボールを最後まで見るというのを意識しました。で、最初の方はそれができてなくて、こう詰まったりとか先っぽだったりとかしたんですけど、いい打球が行く時っていうのはやっぱり自分のタイミングでボールを見れて、しっかり最後までボールを見てるのかなと思いました。そのわけでちょっとこう詰まってしまったりとかする時っていうのは、自分の中でポイントがずれてたりとか、意識するポイントが違うのかなと個人的に思いますので、皆さんもこれから練習とかするときにはなるべく多くのことを意識して、で、試合ではあまり深く考えずに一つのことを意識してやってみてください。やっぱりその個人によって考え方も違うと思うので、その人に何が合うかっていうのもわからないんですけど、必ず自分に合うものがあると思いますので、まあ、いろいろ考えながら練習して、試合ではなるべく考えずにやっていくといいと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、Twitter、いいねよろしくお願いします。この動画のグッドボタンもよろしくお願いします。では、はい、ここでお知らせです。現在5つの商品をプレゼント企画に出品しております。こちらの5つの商品、詳しく見ていきますと、1品目がこちら。フォロワーのサッキーさんから作っていただいたハイザイグラブになります。こちらはサッキーさんから連絡をいただきまして、ぜひプレゼント企画に出品してくださいと、言っていただいたので、こちらを出品させていただきます。こちらは段ボールとセロハンで作られた、0円のグローブとなります。そして、こちら。
バンダイスポーツさんとコラボしましたバンブル君 T シャツ、こちらは M サイズになります。橋で多いチャンネルとバンダイスポーツさんのコラボということで作っていただきました。 M サイズということで自分のフォロワーに多い小中学生でも着れると思います。そして次はこちら SSK さんの少年用ファーストミットになります。こちらはブルーとホワイトのデザインでして、あまり見かけない配色となっております。中身はこんな感じでまだ片付けはしておりません。こちらが3点目の商品です。そして次こちらドライヤーの限定グラブですね。こちらが軟式用グラブとなっております。こちらはピンクとゴールドの派手な配色となっておりまして、こちらもかなりいいグラブとなっております。そしてこちらクボタスラッガーの板グラブ、こちらは内野手の守備練習で使えるんですけど、ゴロ捕球やキャッチボールノックで使って確実な捕球を目指してください。こちらの応募方法に関しましてはこの動画の概要欄をチェックしてみてください。アーリアスター、自分の思ったところにヒット落ちたりとか、自分の思った通りにこうバット出たりとかすると思うんですけど、やっぱり野球っていうスポーツはピッチャーが投げてそれを打つスポーツなんで、相手ピッチャーも打たせないようにコースを分けたりとか、まあ、球種を変えて投げてきます。その中で自分のスイングをどれだけできるかっていうのが自分が考えているバッティングのミート力アップだと思うんですけど、ちょっとですね今日はこれから映像を流しまして、この前の試合の自分の映像をお伝えしていきます。最近自分の中では結構強く振るっていうのを意識していまして、こう前に打ちに行かずにこう構えてて、前にこう打ちに行かずになるべく軸を左足の方に残してですね、こっち側に残して少し後ろ体重というかボールを引きつけて回るといった感じの意識を持っています。まあバッティングはいろいろありますので、こう重心を前に持っていって打つ人もいますし、先ほど言ったように後ろに持ってきて打つ人もいると思います。今日はですね自分がヒットを打った時と、凡退してしまった時の映像を流しますので、それに付け加えて紹介していこうと思います。早速ですが映像いきましょう。はい、というわけでですね、今回は自分がヒットを打った時と打てなかった時の映像を流したんですけど、やっぱりこう練習とかで意識して振っているポイントあると思います。でそのポイントを、体が覚えることによってこう試合で無意識に出せると思うんですけど、やっぱり試合になるとピッチャーもこう厳しいコースとか、厳しいボールを投げてきますので、そういう時にやっぱり、練習とは違うスイングになってしまうとやっぱりヒットが打てないかなと自分的には思っております。で、自分の中で意識するポイントとか、皆さんバッティングで持ってると思うんですけど、こう10個とか20個を考えてしまうとやっぱりこう頭の中で考えすぎてしまって打てないと思うので、自分の場合はなるべく試合では1つと決めていますね。まあいろいろ意識するポイントあるんですけど、あんまりこう試合で考えすぎても打てないんで1つポイントを絞って打っています。多分この映像で流れた試合はですね、どっちかっていうとこう前に打ちに行かずにしっかりと自分のへその前で、ボールを最後まで見るというのを意識しました。で、最初の方はそれができてなくてこう詰まったりとか先っぽだったりとかしたんですけど、いい打球が行く時っていうのはやっぱり自分のタイミングでボールを見れてしっかり最後までボールを見てるのかなと思いました。そのわけでちょっとこう詰まってしまったりとかする時っていうのは自分の中でポイントがずれてたりとか、意識するポイントが違うのかなと個人的に思いますので、皆さんもこれから練習とかする時にはなるべく多くのことを意識して、で試合ではあまり深く考えずに一つのことを意識してやってみてください。やっぱりその個人によって考え方も違うと思うので、その人に何が合うかっていうのもわからないんですけど、必ず自分に合うものがあると思いますので、まあ、いろいろ考えながら練習して試合ではなるべく考えずにやっていくといいと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、 Twitter、 いいねよろしくお願いします。この動画のグッドボタンもよろしくお願いします。では